確認 LMS のコースオプション機能の紹介ということで、オープンサイエンス基盤研究センターの古川からご紹介させていただきます。まず、確認 LMS の概要でございます。LMS と、現在、えっと、10月時点で84機関の高等教育機関様にご利用いただいているものでして、 ユーザー数は4万5千人くらいにご登録をいただいております。2021年の6月に正式運用を開始いたしました。学人と関しておりますように、各学人の IDP を設定いただいている大学様からログインをいただいて、この学人リミスは一つの SP として、各大学のユーザー様に、コースを受講いただけるという環境を提供しているものでございます。 提供しているコースは現在大きく2つございます。えっと、前のセッションでご紹介しておりました情報セキュリティ講座、それから研究データ管理講座というのがございます。私の方では研究データ管理講座についてご紹介していきたいと思います。 研究データ管理といいますのは、研究者だけではなくて、組織としても取り組んでいかなくてはいけないという国内外の流れがございまして、そのために各種基盤の開発をしているわけですけれども、現在その開発しているものを使っていただくためには、やはり人材の育成というところも必要であるということで、そこに取り組むためにコースをまずご提供しているという段階でございます。 開講しているコースは大きく4つございまして、教材のそれぞれの特徴としましては、これは NII だけで開発している教材ではなくて、略して JP コアと言ってるんですけれども、 オープンアクセスリポジトリ推進協会ですとか、それからアクシスと言っていますが、大学 ICT 推進協議会様などと一緒に教材を作って、それを CC By で公開されているものについて教材化をしてコースを作っているというような流れになっております。 この教材の特徴としましては合成音声教材を使っておりまして、それを細分化したマイクロコンテンツ教材として提供をしています。コースに条件を設定しておりまして、例えば小テストをクリアしますとデジタルバッジを発行するということをしております。マイクロコンテンツ教材というのはこのようなものなんですけれども、コースの中から別のウィンドウで動画、 と、それから、その下に解説の領域の部分があると。で、えっと、動画自体は1分程度のものでして、左側にいくつかコンテンツがございまして、それをクリックしていく、または自動再生でどんどん続きを見ていくというような流れで学習を進めることができます。先ほどのマイクロコンテンツ教材というのは、 いくつか組み合わせができるようにカスタマイズを前提にしております。その狙いとしましては、研究データ管理に携わる人材というのは、いろいろな属性を持っているということを考えておりまして、例えば、研究者だけではなくて、IT 技術者、それから図書館員など、あとは研究者でも院生です。大学院生とか、研究支援のための職員の方とか。 いらしい、ろんな、えー、立場の方がいらっしゃり、または分野によって研究データ管理がすでに行われているところと初めて行うというところがございます。その場合のスキルレベルも違うであろうということや、それから、えー、っと、研究者においては、その研究フェーズにおいて効率よく学びたいというニーズもございますので、そのあたりにも対応できるように、まあ、マイクロコンテンツしたものをカスタマイズ。 スタリー、それから将来的には学習者の属性や状況に応じて、教材のリコメンド機能というのを作っていきたいというふうに考えております。 また、その教材をそのまま提供して終わりではなくて、どのように学習を進めたかというところから、顔が見えない状態であっても、なるべく効率よく学習支援につながるような学習分析なども行ってフィードバックをしていけるような、ランニングアナリティス機能というのも配備していこうと、学習の効率化、それから効果的な学習支援につなげていきたいと思っております。 それではここからは各コースについてご紹介していきます。研究データ管理サービスの設計と実践というコースは、支援者向けの教材でございます。研究のデータというのの、生まれてから再利用につながるまでという流れにおいライフサイクルというふうに言うんですけども、その中で研究者へのサポートというところでは、 まず、組織としての、どのような設計をしていくべきかというところが始まって、それから研究前の支援、研究中の支援、研究後の支援、日常的な支援というふうに流れがございます。それぞれのフェーズにおいてどのような支援が必要かということを学ぶ教材となっております。また、これは、研究者のための研究データマネジメントという教材ですけれども、これは研究者向けに学んでおいた方が良いことというのを12のトピックを 抽出しまして、JP コアの教材のタスクフォースの方から、支援者の方から選定をしたものを提示しているという教材になっております。さらに、情報基盤スタッフ向けの研究データマネジメントという 支援者の中でも、情報基盤スタッフはどのようなことを研究データ管理支援として求められていくかという観点から具体的に必要となる支援について学ぶことができる教材というふうに、より支援者の中でも具体的なことが学べる教材になっております。さらに、この前の時に、 ご説明しました。学人 RDM。これの利用支援コースというのもご用意しているところでございます。これについては全てを学ぶという前提ではなくて、必要なところを選んでそこだけ学ぶというふうにカスタマイズして学べることを前提にしております。ここからは学人 LMS のオプション機能についてご紹介していきたいと思います。現在、 正式運用しておりますサービスとしては、各教材の、各学習コースの受講履歴の取得機能でございます。これは、一つの LMS に複数の機関の受講者がアクセスをしてくるわけですけれども、各機関の中で、機関管理者という立場の方を登録いただきますと、その方、 と同じ属性の受講者のみを抽出して、誰がログ、あの、コースを受講しているかですとか、まあ小説と受講している、または何点かということを大学の中で管理することができる機能です。その他にテスト運用として今7つのことを準備しておりますので、それも含めてもう少しご紹介していきたいと思います。 先ほど申し上げました、機関管理者に提供する受講履歴取得機能というのは、小テストのダウンロード、成績のダウンロードまですることが可能です。またそれに加えて、その職員の方も、受講者としてコースを学習するということも、ロールを切り替えて行うことができるようになっております。 それからここからはテスト運用中のものですが、その受講履歴の取得というのを毎日 CSV ファイルとかダウンロードするというのは非常に手間だという声もありますので、API で自動的にダウンロードできるように API の機能もご提供するようになってきております。 さらに、教材を NII として共通コースで提供しているわけですけれども、それだけでは学習者に対して提供している状況が、情報が不十分であると。そういうときに、自分の機関の受講者のためだけのコースというのをオプションでここにも載せておきたいというような場合、時期間限定コースを作成するという機能もご提供しております。また、その コースが、まあ、良いものができたというような場合には、えー、他の機関様に、えー、共有してあげようというような場合の共有機能も用意しております。えー、また、えー、学人 LMS に直接ログインをさせるということについて、えーまあ、個人情報の扱いの観点から難しいという話も聞きまして、その場合は、えー、大学の方の LMS にですね、LTI 連携で各コースを、えーまあ 連携すると、大学、学生の方は、大学の方の LMS にログインをして、で、えっと、そのコースを受講できるというふうな仕組みが実現できるようになっております。さらに、この、ラーニングアナリティクス機能のところについてご紹介していきたいと思います。学 2LMS の裏側にですね、えっと、そのアクセスログを集積している、ラーニングアナリティクス基盤というのがございます。 このラーニングアナリシス機能のところとしては、JupyterHub を提供していて、分析環境を提供していて、で、あとそのデータを可視化したり、それからデータベースの中のものを単純にカウントしたりということができる AirPatch Super Set 可視化機能がございます。この2つをお使いいただけるものになっております。 ジュピターハブの方では、単にと環境を提供しているだけではなくて、サンプルファイルをご提供しておりますので、まあ、あの、初めにそれを開いていただいて実行していただいてどういうことができるのかなというのをお試しいただくということが可能になっております。また、アパッチスーパーセットの方は、チャートを独自に編集をするということも、ダッシュボードにどんなチャートを入れるかということも編集が自分でできるようになっております。 さらに、ラニングアナリテックスの機能の中で、どういうログデータが扱えるのかというところの検索ですとか、実践の操作のサンプルなどについて、こちらのポータルサイトの方で検索をしていただくこともできますし、あとは左下の方に書いております GitHub のリポジトリの方で、 えっと、学年レミスではなくて、LA 基盤だけをちょっと使ってみたいというときは、こちらの方で Docker 環境で動くものもご提供しておりますので、えっ、ー、と、ご興味のある方は、こちらをお使いいただければと思います。それから、マイクロコンテンツの教材作成機能ですけれども、これは、えっ、ー、と、コースとして、えー、提供しているだけではなくて、先ほどご紹介しました、時間限定コースの中で、えー、既存の コンテンツを組み合わせを自分の大学用にするということが可能になる機能でございます。既存のものをトピックを検索をして自分の大学用に選んで、それを自分の大学のためのコースに登録をするというような流れで作ることが可能です。また、これは教材を作る上で合成音声教材にするためのシステムでございます。 手元の環境、ローカル環境で、マイクロソフトのパワーポイントのファイルのノートのところですね。そこに書かれているものを Amazon Poly の方に流しまして、その合成音声と作成されているスライドを対応づけた動画ファイルというのを生成するという仕組みで、最終的にはそのまま とその学2例名数の方のコースに登録をするところまでできるという流れになっております。で現在、その GitHub で今最初は作ってたんですけれども、Web サービス版というのを準備しておりまして、今年度中に公開をする予定でございますので、ご興味のある方はぜひご利用いただければと思います。最後に利用申請についてご説明したいと思います。 ここまでご紹介しましたオプション機能につきましては、先行利用の受付というのをしております。先行利用に関しては、確認 LMS の運用規定や利用規定にご同意いただくほかに、この先行利用実施要領についてもご同意いただく必要がございます。さらに、申し込みの方法につきましては、このユーザーサポートサイトのところの 流れをご確認いただいて、お申し込みをいただければと思います。えー、学人 LMS に、えー、まだ入っていらっしゃらない機関様につきましては、まず学人 LMS のご利用を、えー、申請いただきたいと思っております。えー、前提として学人が必要なので、えー、学人にまず参加いただきたいと思います。えー、その後に、えー、大学の中の IDP 設定の方で、学人 LMS の利用のための IDP 設定をお願いいたします。 それから、利用申請フォームとして、コミュニティサポート by JP c o n d i というのがございまして、こちらの方にアカウントを作成いただいてお申し込みいただくという流れになっております。IDP の設定の部分につきましては、学人 LMS の方に送っていただく必須の属性情報としましては、オーガニゼーションネーム、機関名のところ、 それから、the person principal name. これは、えっと、その学生の ID に相当する情報でございます。その他に任意で送っていただくものが2つございまして、これは送らなくても構いません。送っていただいた場合はディスプレイネームのところに、えっと、いただいた、それを送っていただいた場合は、学生の氏名がこちらの方にも表示されます。 また、メールのところを送っていただきますと、E メールのところにその情報が登録されるようになっております。もしも送っていただけない場合というのは、こちらの方で初期値が入る、あの、かな、仮名のものが入るというふうになっております。それからですね、学人 NMS のほかに、こちらの学人クラウドゲートウェイサービスの 方にも一つ EPPN を送っていただく必要がございます。これはご紹介しておりましたオプション機能のところですね。こちらの方をお使いいただく場合に必要となる情報でございますので、合わせて IDP の設定の方で、設定をお願いできればと思いますで。えっと、利用申請フォームの方ですけれども、 えっと、いくつか段階がございまして、えっ、ー、と、コミュニティサポートの方にまず、え、アカウントがあるかというのを大学としてご確認いただく必要がございます。えー、お分かりにならない場合は、えっ、ー、と、こちらの方にお問い合わせいただければと思います。えー、アカウントがある場合ですね、えー、そこから学 2LMS のサービスのご利用と、それから、えー、オプション機能の方へのお申し込みというのが可能になっております。えー、 コミュニティサポートというのが何かという話は、ここで割愛させていただこうと思いますが、アクセスする URL などは、学人 l m s のトップページからサポートサイトにも飛べますので、ご確認いただければと思います。何かお問い合わせがございましたら、こちらの方にお気軽にメールをいただければと思います。よろしくお願いいたします。